北中城村の大城という地域にあります村の角煮まんじゅう危機で店長をやってます稲福です。お願いします。お店の営業時間はですね、平日が11時から18時、まあ、夕方の6時までで、金曜日と土曜日に関しては9時までやってます。21時までやってて、定休日が月曜日ですね。やっぱりこの村の角煮まんじゅうっていうことで、角煮まんじゅうをおすすめしてます。角煮まんじゅうは、それこそもう1種類だけ角煮まんじゅうっていうのと、あとはまあ店内で食べれる角煮まんじゅう定食っていうのを準備してます。新メニューでチンジャオロースとか、あと天津飯そばも用意してます。はい、北中城に来た際は、北中城の大城っていう地域にあります村の角煮まんじゅう危機にぜひお越しください。お願いします。